わっさーノアライルレペゼン28 years old。 どうも武田です。今回僕が一人ということ、そうなんです、やるのはドッキリなんです。今回していくドッキリは、相方の様式、どんな手を使っても怒らない説。レディース&ジェントルメン、なぜ今回この企画を思いついたかと言いますと、ヨシキからある一通の LINE が届きました。今日の練習手伝ってくれへん？その瞬間僕はこう思いました。怒らせよ。ヨシキは動画に映っている通り、めちゃくちゃだらしなくて、めちゃくちゃメンヘラで、めちゃくちゃ優しいです。彼氏にしたくないランキング福島県第3位に輝いた実績も彼はあります。ちなみに僕は過去の動画でヨシキに練習動画の中でキレた経験があります。その VTR をどうぞ。渋谷めっちゃ切れてる。そんぐらい真剣に彼やってるんで、ちょっと反省しなきゃいけないな。300の映像がちょっと撮れなくて、ごめんって言ってもちょっと無視されちゃいました。心臓バクバクしてる。僕は動画で映っている通りでございまして、短気で暴力的で独裁気質のある山形県彼氏にしたいランキング第100枚に輝いた実績もあります。僕が思いついた6項目から7項目ぐらい、ヨシキに仕掛けていきたいと思います。レベルを少しずつ上げていく、そんな形のドッキリにしていきたいなと考えております。彼が怒らなすぎた場合、最終的には僕は家に帰っていきたいと思います。しかもヨシキんち。それでは早速やっていきまーす。ああ。なんでヨシキって全然怒らねえんだろう。バカだからか。はい、ということで早速ヨシキさんの怒りは生まれるのかというところで早速やっていきたいんですけれども、集合時間がね4時前になってたんですけれども、早速4時18分ということで約20分のプレイで到着しております。無言遅刻、まずレベル1、ヨシキの反応をしっかり見ていきたいと思います。よし、ごめんマジで。ん？マジごめん。何が？やりにくい付き合ってもらって。あ、いい、全然いい。それっても割と動いた後なの。うん。だからまあそんなガッツリはやんなくて、うん、ホームのチェックと、まあ、タイムをちょっと読んでほしいな。あー、オッケーオッケーオッケー。YouTube の動画は撮るつもりないから、うんうんうん、まあ、なんかインスタ用に、うん、ちょっと回しといてほしい。あー、オッケーオッケー。ごめんね、なんか5時前には出なきゃいけないんで。5時前？うん。5時前には出なきゃいけないから、ごめん。じゃあもう やんないと。そうだね、うん。これからアップ？あ、もう、さっき本当に、さっきまで別の仕事で動いてたから、うん、もうすぐ200個行ける。あ、そうだね。うん、ちょっとパッパとやってもらって、じゃあ。うん、すいませんね、うん。うん。ダッシュで行こうぜ。レベル1を何なくと、むしろ遅刻には何も突っ込んでこない。やるな。じゃあ次、ヨシキさんが飲んでる飲み物を僕が全部飲んでいきたいと思います。こんな暑い中、練習前のドリンク、めっちゃ大事だと思うんですけど、それを全部僕が飲んでいきます。やばい、マジで。33度ぐらいある。この時間になって33度、結構やばくないですか？やばい。飲み物が飲んでた。ちょっと待ってください。いいよ。悪いっすね。前の一口、こんだけでかいんだよ。なんか飲んで。お金いいからこれ二人で。ダッシュで行こうぜ。はい、ということでドリンクを全部飲んでもなかった。33度あるんですよ今。なんでだ、汚れない。次はドリンク飲んだので投げていきたいと思います。ドリンクを投げていきたいと思います。さすがに切れるでしょ。全部飲むな。いったなんでやねん、なんでやねん。いったら待ってね。やった、ダッシュで行こうぜ。マジで怒らない、本当に怒らないかもしれない。軽い練習とはいえ、しっかりとした練習なので、まあ、その中で、ストップウォッチでタイムを読めていない。だいたい30秒前後ぐらいで来るらしいの、200を。タイムを読み上げれない凝らし方を今回やっていきたいと思います。
ファイト、ファイト。20、27、30、60、30。ごめん。読めなかった。ごめん。読めなかった。大丈夫。ごめん。自分のこと撮った。ごめん。そもそも教えてなかった。ごめん。ごめん。次はちょっと正確に撮ってみるわ、ちゃんと。ごめんね。ちょっと読み上げとタイムやっぱきついな、二つだと。ただ撮ってみるわ。うん。じゃあ、動画撮らなくていいや。動画？動画なしで、タイムだけ。わかった、じゃあ。タイムだけ、頑張って撮ってみる。インターバルは？ジョギ？あ、ほんと今日じゃあアクティブなんだ。結構。アクティブな感じだ。アクティブ？今のタイムの攻略つかんだら、あと読まなくていいから、ラスト2本だけ動画撮ってもらえるか。ああ、すいません。どうせ。ダッシュで行こうぜ。やっぱり同じだね。で、次タイムを取れない。タイムを取ってほしいって今念押しされた中で、タイムを取らないので、取らないにしてちょっと詰める可能性は若干次あります。どうでしょう。今のところ怒るどころが、なんかポジティブに全部話を進めてるので、ちょっと次のタイム計測。非常に楽しみなところであります。来ました。はい。やっちゃった。今押しちゃった。今、こっちから取ろうと思ったら、今押しちゃった。最悪の事故ごめん。おい、ただ公園に散歩来たおっちゃんになってるよ。いらねえか、その機械。タイムいらねえ。公園だけでいい。動画だけでいいか。あと2本走りたいから、動画だけ撮っていいか。うまい。動画撮ってくれます。いや、申し訳ない。ビデオ忘れちゃったからさ、つけてていい。はい、いいよ、いいよ。ごめん。持ってきてていいって。ごめんね。ダッシュで行こうぜ。さあ、これから第6段階ですね。もうちょっとそろそろ終盤になってきました。次は YOSHIKI さんの、走りを並走して撮るというところですけれども、僕は撮りません。もうほぼ地面を撮ろうかなと思います。はい。でそれを YOSHIKI さんに見せた時の反応を見ていきたいと思います。それでやっていきましょう。いきますよ。立てたっけ？ごめん。あ、いいよ。あ、そっか。全然。待って、お前どこも取れてねえじゃん。ふざけすぎてさ、これ。なんで確認しますかって言ったの？怖いんだけど。周り、見てて、危ないからさ。撮りながら消えたの。危ないでしょ。多分見えてなかったかもしれない。オッケー。だからそれか、こっから、映像しなくて、こうやって、これでいい。この絵が今日ちょっと欲しいだけだと思う。いつものやつでいい。申し訳ない。すいません。ということで、第7項目、帰宅してきたと思います。入るよ。帰るのは僕の家じゃなくて、彼の家に帰るんだと思います。その時の反応を見ていきましょう。その時の反応を見て、今回の企画は終了です。ダッシュで行こうぜ。女性もののバッグじゃない？何してんのあいつ。よしきの帰りを終わっていきたいと思います。
ったと思ってた。なくなったら帰ったと思ってた。お疲れっす。残ってる？残った？最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こちら。OK。 何が？え、え？いや、帰っちゃったから、ごめんと思ったんだけど。今いると思わない。周辺は自分の家帰ったと思ってた。なんか俺やった？ごめんね。逆に怒ってないの？怒ってない。で、そう、呼んでさ、練習付き合わせた身だからさ。マジか、お前ヨシキを怒らせたいドッキリ大失敗。実際に帰ってみたみたいな。どっからかの気づいてないのか、お前。あれだ、カメラも変な画角で。それもそうだし、7個ぐらい仕掛けたんだけど。7個7個仕掛けた、これ合わせて。違和感はなかった。俺がいつも間違えることほぼないからさ。疲れてんのかな。